ん今日も綺麗だって。あ、ニコ生でコメントありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう声とかも聞こえてるかな。ね、大丈夫そうかな。大丈夫そうだね。じゃあ改めて自己紹介します。マオカナのマオです。マオカナのカナコです。そして、はい、今日はですね、なんと新グッズで私たち今日生配信お送りします。昨日から発売したんだよね。はい、そうなんですよ。で今回は、うん、しっかりとマオカナって書いてあるんですけど、そうかっこいい感じに仕上げました。意外とちゃんと見ないと分かんないでしょ。うんうんうん、これでマオカナなのよ。そうだから、そのなんかアイドルのグッズ感はないようなテンションで作りました。そう、そう、でしかもちょっとここにもね、マウカナって書いてあるんだけど、うん、ちょっとなんかおしゃれに見えませんかっていうね。そう、このアイディアはマオちゃんがくれたの。こうバーンってやろうみたいな。そうそう、でこれはね、かなこがやりたいってなって、そう、そう、2人のねアイディアを合致した、うん、はい、デザインになってます。このね、やっぱね、洋服ね、あれなんだよね、今日生配信のいつもやってくださってるスタッフのケビンさんがこれだったら欲しいって言ってくれてね。普段黒しか着ないケビンさんが白を着てくれてるっていう。10年ぶりでしょうか。もう喪服のワイシャツ以外白重いんです、例えが重い。本当にそれぐらい単根総裁しか着ないってことか。白は持ってないんで。嬉しい。今も着てくれてますもんね。ね、違和感全然ないです。そうなんです、うん、ありがとうございます。そしてね、 T シャツも、はい、あるんですけど、 T シャツはちょっとイメージを変えて、うん、ポップな感じになってます、うん、もうね、下地の、ね、色もね、ネオンイエロー、ネオンイエロー黄色ではなくて、緑でもなく、黄緑でもないネオン。あ、あるか。あ、めっちゃネオン。すごい、超ネオン、これなんです。あ、かわいいじゃん。そうだから、胸元にはこのロンティーと同じデザインになってて、うん、でもね、メッセージがあるの。 Better late than never。 かっこいい、never。 そう。どういう意味ですか。これは焦ることないっていう、まあ、その、なんつうんだろう、なんて言ったらいいんだ、なんて言ったらいいんだ。これはもう完全にマオちゃんに決めてもらったから。そう、今ちょっとワスでした。待って待って、ごめん、英語全然わかんない。後悔せずに行動しろよっていう感じ。遅いことはない、行動に遅いことはないよっていう感じ。一度もチャレンジしていこうぜみたいなね。そう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 、思い立ったが一番いい時。そう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 、マウカナみたいな感じ。その年齢関係なく思い立ったら、その行動することに意味があるよみたいな。ああ、いい言葉ですね。遅いことはないってことね。マウカナっぽい。そして後ろは、おお、はい、こんな感じです。かっこいいね。かわいいね、うん、いいでしょ。すごい、これ夜もね、ライト照らされたら安全な感じ。安全で跳ね返るよね、跳ね返るから。そう、安全ハザードっぽい。ジョギングとかね。そうなの、行ってもらったら。ちなみにファッションで言うと、デニムと合わせるとすごく可愛いと思うので、さすがおしゃれさん、ぜひ着てみてください。ね、デニムの人もいるから。あとね、あ、蛍光灯よりきつくないよ。ほんと絶対夏とか春とか絶対大丈夫。あとこれかなと私で言うとね、そう、やっぱり大好きなものといえばお酒。イエーイ、乾杯。そう、これも本当にマオカナって書いてあるけど、本当にアイドルグッズっぽくなく、うん、普通にいいエコバッグって感じします。でしょ、うん、かわいい、デザインかわいい。しかもビールで乾杯っていうのが私たちらしくない。そう、かわいい。本当はね、ここら辺にもっと音符散らすとかいろんな案があったんですけど、うん、結構シンプルにビールにしました。泡っぽいね、感じで。そう、やってます。これいくらでしたっけ。これ1500円。お、結構大きいんだよ。でかい、うん、持ってわかると思うけど、うん、そうそう、で何でも入る。 T シャツは3000円となっております。はい、でも生地もしっかりしてて、うん、今は私たちのライブとかのね、物販でしか買えないんですけども、はい、T
ちょっとネット販売というか、はい、ベースさんでちょっと販売できたらなと思うので、もうしばらくお待ちください、はい。なかなかね、そうなるべくね現場に来てほしいから、そうね、それはあるねそうだからちょっと遅らせますねいやでもなんかリプでね、かなこパチンコやってたじゃんっていう金山パチンコやってたじゃん番組ねかなこの、うんうん、もう卒業してしまったけど、山口のねパチンコ研究所っていう番組をやってたんですよね私、はい、そうのリプでやっぱり山口でなかなかもうかなちゃんに会えないし、うん、山口はちょっとなかなか大変だから販売してほしいっていうリプもあったのよ。うん、見た。だからまあちょっと地方の方もね、ねちょっとね、手に取ってもらえたら嬉しいので、うん、もう少々お待ちください。はい。で次のね滋賀のライブはうちら自分らで持っていくので、できれば何枚これ欲しいですとか、ありがたい、サイズこれがあったらって言ったら持っていける限り行きたいから、その無駄にならないので、うん、ぜひそういうことがあったらそれもリップしてください。はい、はい、お願いします。お願いします、ちょっと多めに持ってきますけどね。まあねまあね切れるようにねそうそう持って帰んなきゃいけないからねまたね、ね、いいんですかそうそうはい、はい、そんな感じで、はい、昨日からの新グッズの発表でした。こんな感じで、はい、今回もゆるく始めたいなと思うんですけども、うん、ね、バレンタインデーですよ。本当にあさって、あさって。え、皆さんご予定は？ギリチョコ。ギリチョコ。ギリチョコもらいまくる日だよね、でもね。ギリチョコね。確かに。うん。え、どう？今舞台じゃん。うんうん。だからその稽古がある中で、あ、どうなの？あげるの？あげない。いや、人生でそういう気使ったことないかも。そのスタッフさんにあげなきゃとか、うん、あ、偉い人にはあげるけど、うん、そこはね、ちゃんとね。その、あの共演者も偉い人がいたらあげるけど、今いなそうだからあげない。そういうとこが好きなんですけどね、私も。いやでもね、なんかこの前の私ラジオでも言ったんだけど、うん、意外とね。キリがなくて、そうそう、まあそれもあるね。であと、うん、あの人にあげてなかったとか、僕もらってないってなると、こうもうどこまであげていいかね、分からなくなるよね。そうそうそう、安いの買ってもやっぱさキリないから。だって共演者って言っても今回 ABCDE とか何人いる？これはなんかレインボーって言って、だから選ばれし者なんだけど、うん、え、意外もいるってこと？出演そう、あ、赤チーム、青チーム、黄色チーム、なんとかチームみたい、うん、あ、グリーン、ピンクみたいなのがあって、うん、それずつ20人ずついるから。あ、じゃあこの写真だけが全員じゃないんだ。じゃないじゃないじゃない、他にもいるってことなんだ。そう、いやもうちゃんかなが真ん中にいますよ。同じ話を違う人でやる。真ん中にいるんだよ、真ん中に。そうそう、なんか真ん中にさせられて、可愛い可愛い。そう、ありがとうございますなんですよ。すごい主演感出ちゃって。主演感。え、どうなの、役どころ的に。ちょっと言えるぐらいのところまでちょっと。ラブコメディになってて、うん、ね、最初の22日と24日は、うん、ちょっとコントっぽい、ラブコメのコントっぽい役やらせてもらうんだけど、うん、その中でも結構メイン。コント系のメイン。お、メインだそうです。で、その次の日が、うん、26と2日が、26と2日ね。それもラブコメディのメインの友達じゃないけど、うん、まあセリフもまあまあ多い。うんうん。でもちょっとラブコメ系。うん。コメが強い系。うんうん。で、379は結構ガチな芝居。え、待って、じゃあ同じ芝居を全部やるわけじゃなくて、そうなの。全部違うの。三役やるの。ってことは、22、24、26、2日、379、3作後、なんかオムニバスで、そう、3作品あって、うん、20分、20分、40分みたいな、うんうん、そうそう、その3役を日替わりでやるの、日替わりっていうか、すごいね。そうそう、やばいの、だからってことは、1回見て OK じゃなくて、3回と見ないとコンプリートできないってことか。あ、そういうこと、そういうこと。あ、すごいじゃん。だから22だけ来た人は379話の方のそのメインの役は見れることはない。うわー
食べることはない。そういうことね。でもラブコメが好きで、うん、コントっぽいのが好きだったら別にいいと思うけど、久々になんかガチの芝居見たいって人はやっぱ三七九おすすめします。ほらそうです。いやちょっと私も行くので、うん、行った時に、ね、見かけたら声かけてくださいね。狭いから多分すごいね。行く行く。女優ライター当てとくね。目立っていいの？客席にスポットいいの目立って。エチュード参加していいの？いいよ。待ってって言って。いやでもね、やりたそうな役めっちゃある。マオがマジ、うん、見たい。楽しみだわ。絶対やりたいだろうなと思いながらやってる。いやそっか、うん、じゃあもう写真以外の男性もたくさんいるから、じゃあそれキリがないからあげないほうがいいね。逆にそうもうそうなのよ、うん、僕もらってないって出しちゃった、うん、私やっぱお返し求めちゃうから。確かにちょっと先出しね。そうギリギリね。そう3月14日 ね、 で11、12、13もあるのね。またこれレインボーっていうこの写真の人たちだけで出るやつもあるのね、うん、じゃあ私的なよ。もらえるじゃん。もらえるじゃん。13だから。いやもらう。ゴディバ高いじゃん。いやゴディバもらおうよ。もらうのか。100円のやつあげてくれ。それを私も食べる。あ、オッケーオッケー。次、あ、まおちゃんの誕生日プレゼントにしよう。食べる。はい。そう。懐かしい。でももうあれも1年前か。そう。いやそれこそね、うん、去年のそれこそ3月で。私たち何したあクラウドファンディングを動いてた時期だよね、うん、いやそう3月ぐらいはそうかも。そうで、うん、私ん家にあのかなこが来てくれて、うん、クラウドファンディングの絵とか多分それ描いてたんだよ。あそうそう。で描くはじゃなくてクラウドファンディングの絵ですか。描くはか。いや説明の絵。そう多分説明の絵だと思う、うん、ああ覚えてる。うんうん。で、かなこが男らしく帰り際に誕生日だからはいっつってお花ねくれたの。お花ね、うんうん、それすっごく覚えて、それねずっと飾ってたよ枯れるまで、うん、ありがとう。なんだよそれ。なんか恥ずかしいじゃん、ちゃんとあげてるんだと思われたくなかった。ほんに男前に帰り際。お家だからさ、お花だったら重くないじゃん。あの外で渡されたらさ、うん、ちょっとあれかなと思ったから。めっちゃ可愛かったこれぐらいの。そうなんか腐りづらいやつみたいな。うん。腐りづらい。枯れづらいやつ。あげました。そう懐かしい。もうそれすごい思い出したわ。いやでもそれで言ったら、うん、まおちゃん去年かめっちゃ海外多かったじゃん。うん、毎回ねちゃんとしたいいお化粧品のやつとかくれるの、いいお値段の。お互い様じゃん。いやマウチの方が絶対いいブランドね。いやすごい毎回買ってきてくれんの。ごめんね身内ビーキーで。悪口一個も出ないんですよ。うちら褒め合っちゃって、ね、褒め合っちゃって。そうだからいつも買ってくれるから、私あんまお土産とか買わない人なのね。なんか珍しい。そうだからやっぱくれる人にはやっぱそれはさ、そう染み消しくれたの。まあ最近ちょっと映像のこのクマ気になるから消した方がいいよ。やっぱ女優さんですからクマとかさ、互いに芝とかさ。これねやっぱさ、なんだっけ 4K だ。 4K っていうカメラのさ種類あるじゃん今あるのね。 4K ね、もうダメ、もうリアルってこと。もうリアル。 あそこまでクリアにしなくてもいいんじゃないと思っちゃうんだけど。うんね、でしょ。いや分かんないかな、やっぱ 4K で撮られるほど売れてないんで。いやあるある。いつやったのそれ。だって映画とかでしょ。映画とかでもほらかわいいやんとかもそう。かわいいやん、あかわいいやん TV、 うん、ですでしょ。ですだっけ。あれ私テレビのチャンネルで見た気がするけど。いやスタジオ吉本行かなかった。行ってないと思う。じゃあごめんなさい、間違えました。あれ嘘、シーンってなっとるかな。いやごめん覚えてないけど多分なかったかもしんない。本当に。でもそのやっぱさ曲出すとさ、うん、ちょいちょいさ10秒ぐらい、うん、クリアンズですなんとかかんとか見に来てねとかやっぱ、うん、そういうのあるじゃん、うん、いっぱいあるあるある。その中にそういうのがあったのかもしれない。そっか、うん、けどやっぱ十何人とかいるからこんなんだからさ。いや違う、結構メインで。あそうなの。YouTube で後でチェックしときます。はいはい。え、女は30からだが苦労あるんやね。だってそうね、そうなんだよね。男も女も30からって言うもんね。
うんうん、あれ言わないっけ、男が30から、いや、え、いや、え、でもかな、もう男は30からだと思う。30オーバーの方が魅力昔からある。マジ？やっぱだって仕事も安定してきて、うん、やっぱ大人じゃん、ちょっと、うんうん、やっぱ20だから、20代の時から同い年ぐらいの男はガキだなと思ってた。あ、やっぱ30ぐらいからの方がいいなってずっと思ってきたから、男は30からって思ってた、うん、そうね、うん、そう言われるとそうかもしれない。女は30までって思ってた。もう過ぎてるけど、切り捨てだ。そうそう、40ない、男は50からって言ってるよ、すごい。本当だ、うん、女が30からだって、うん、嬉しいこと言ってる人がいる。嬉しいね、うん、ダメだ、渡辺美奈代、あ、多分、そう、まおちゃんさ、ね、渡辺美奈代さんに、あー、そういうこと、そうそうそう、ごめんなさい、私、渡辺直美さんだと思うんだけど、直美じゃない、そういう、あれやと思って今、ちょっと見返しちゃって、すみません。いや、だとしたら、かなちゃん太ってる方で、やめろやめろ、私だと思う。でも、ほんと似てるよね、渡辺美奈代さん、まあ、その、ジャンル系統がすごい似てる。いや、アップやめてください。これ大丈夫、 4K じゃない。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ほんとすごいそっくり。え、嬉しい。うん、綺麗。おほら、可愛いって。え、嬉しい。やだー、今日なんか出なくなっちゃう。やめなさい。いや、でもね。あ、ね、今さ、嫌じゃなかったらさ、あの、ハッシュタグつけてさ、似てる人リツイートみたいなやつで、リツイートがめっちゃ多いと地上波に出れるみたいなやつの企画やってんのね。何それ？そ、 TBS の、 TBS の、そう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 、似すぎて、似すぎてじわるってやつ、ハッシュタグで。え、私美奈代さん。え、私いけるよね。私ね、あの人に似てるって言われたの、あのアイススケートの元、名前、似てないから分かんない、アイススケートの誰だ、一瞬一瞬ちょっと待って、安藤、え、安藤美姫さんではないよね。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、小田くん。小田くん、でもさ、今タレントさんやってる、あのメレンゲの気持ちに出てる方、ああ、ああ、あ、かなちゃん、かな、村上かな子ちゃんか、村上かな子さん、似てるって言われた、私、そのなんか、そっちで、村上さんを否定するわけじゃないですけど、全然ジャンル違うよね。ちょ、一回似てるやつあるから、ちょっと見せるね。いやいやいや、それだって奇跡の一枚じゃん、それ、まずも。いや、美奈代さんの方がいいよね。私、美奈代さんに似てるってモノマネ芸人さんも絶対いないし、この世に。本当にし、本当綺麗だし、本当可愛いから、あの人。ね。どれがわかるかな、まあ、真央ちゃんが嫌じゃなければ、それちょっと、いや、嬉しい、嬉しい。チャレンジしてほしい、そのね、ハッシュタグのやつ。確かに。え、じゃあ、かな子は、かな子。かないないんだよね。あ、いるじゃん。誰あ、倉木麻衣さん。倉木麻衣さん。うんうんうん。倉木麻衣さん。来てない。いやいや、私、倉木麻衣さんはすごくわかる。でも髪結んでちゃんとやったら似るね、うん、黒髪にしたら。よく言われてた、アイドル時代は。倉木麻衣に似てる。ちょっとごめんね。なんか目が細い。いや、そんなことない。結構バッチリしてる、あの人も。倉木麻衣さん。いやー、似てなー。本当？うん。もうこれ以上言えない、あの番組終わったらこの話は私すごく言われたの、私全然似てない、で私はってやったらめっちゃ似てるって言われた。いや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 、髪の毛の色とかだよね、そういうの、髪の毛か、そのニュアン雰囲気だよね、その目を細めてみる、そっか、あの子でも明るいから私好きなんだけど、うんうんうん、でも私ね、あと写真で言うとちょっと前なんだけど、クリアーズやってた時期かな、うん、あのほらもう超一緒、ほら本当に本当にほらほらほらなんかね、多分パーツの位置とかも一緒なんだろう、系統は、系統は一緒、嬉しい、しくらき前フカキョンなんだよね、かの子は、嬉しい、うちのお母さんフカキョン好きだからフカキョンみたいになってっていつも言われてた。あとあれだよ、そう、かな子どこ行った、なになになに、斜めたいからこっち見て、はい、こっち正面向いて、正面、あ、似すぎてじわる？並べたいから歯も似た感じ、そう、歯は、歯はね、八重はないんだよね、そうだよね、綺麗、似てる、髪の分け方逆、ほら、前菜って可愛いから、どっち意味入ったね、そっちから分ける、そっちからこう分けるこういうこと？
そう髪の毛分けて反対側でほらほらほらなんかメイクをもうちょっと似させたらもっとめっちゃ似るね。この写真眉毛がそうだね、この写真がちょっと違そう、うん、今正面向いてくれたらスクショタイムどうですかどうですかいや、近い、ジャンルは同じジャンルは同じ似てるんだ。しかもメイクがね薄ければ薄いほどめっちゃ似てる。最近の渡辺美奈代だからちょっとまあそれまあそれもありますね。もうちょっと若い時とかめっちゃ似てる。ちょっとふっくらしたというか、ちょっとふっくらしてるからな。でちょっと今日のメイクだと倉木麻衣さんじゃないか。髪の毛結び直してやらないと無理かも今。倉木麻衣さんは私めっちゃ前から言ってるよね。言ってる、言われてた。若い頃めっちゃ言われてた、似てるよね。ハッシュタグで今もやってるのそれ。ツイッターやってるよね。先々週ぐらいからなんか誰かがリツイートとかしてるの見て出てきて、わーやりたいなって。これでなんかバズったら地上波かと思ってたんだけど似てるの見つかんなくて。かなこ？そうだから真帆ちゃんにこれ言おう言おうと思ってて今言えてよかった。かなこいやでも暗気ないな。でも結構みんなわざと写真とかでまあこういうのやったりとか分かる。あ混ぜてるってことね。 それでもいいわけ。あ自作自演でもね。でもそれでも地割るっていうことが一つ条件になってる。そうでその番組に絶対出れるみたいな。だからいろんな芸能人さんもいっぱいやってるのよ。その売れてる売れてない関係なく本当のガチのモノマネ芸人さんとかもやってるし。そうだから余計いいんじゃないかなと思って。種類が違う方がいいね。そういうことね。そうだ絶対かぶんないじゃん南さん。そうそうそう宇多田ヒカルさんのねヒカルさん、ミラクルさん、そうミラクルさんなんかすぐ出ちゃうじゃん。あ確かに確かに、ね、でもあの顔だからね。声とかじゃなくて顔だけなの。そう顔だけ選手権みたいな感じで結構みんなでやってみる。ちょっとみんなでちょっとでもタッキーはあめっちゃ言っちゃった今日の来場者さんですね今日のねなんかあの格闘系のだってタッキーチェンって言われた。そうそっち系ジャッキーチェン。確かにそっち系の絶対いると思う俳優さん。そういう感じで絶対いると思う。探したらめっちゃ似てる。ことぶきさんもねすぐいそう。名前がだんだんいやことぶきさんあと多分30キロぐらい取ったら安西先生安西先生あと30キロぐらい取ったら似てるみんな気になるってやつしていい50年ダメだったね。いやでもねそういうのちょっと面白いね。ね面白いね番組の企画ってね。そう確かに。もし気が向いたらうんちょっとやってみます。はい。じゃあうっちゃんがおかんだって。うっちゃんがおかん。あジャッキーチェンさんだからね。あそういうことね。あちょっと違うな。もうちょっと。もうちょっと顔濃いんだよね。さあ。そうなんだよ。もうそろそろね、はい、ちょっと次のちょっと議題に行こうかなと思うんですけど、議題ってどういう時に使うの？会議コーナーでもないの。話題だぞ。話題に行きたいと思うんですけど、バレンタインデーですね。はい、チョコ作ってきましたか？今日の会場にいる方に作ったというか落書きしました。私もね。今日はまあ後で皆さんに渡すんですけども、うん、今日はその作ったチョコを使ってこう生配信でね見てる皆さんにもちょっと胸キュンしてもらおうかなと思い、何を言ったら胸キュンしてくれるか、うん、もうちょっと久々にそういうちょっとやりたいなと思います。その感じか。もううちらだったらもう絶対やりたくないんですよ本当は。いや本当に嫌だかも。まあでもね1年に1回だからいいじゃないか、うん、そうですね。やっぱ女子ですからね、うん、そこはね。あと予行練習もしといた方がいいじゃないですか今後のために。いやー言うことないなじゃあじゃんけんでいきます。いやマジでやだ。何一言でいいの？うん、うわマジでやだ。先にうわやだな。
や私も絶対アウトだよ。私も絶対え、マジでやだ。いや、一つ言うと、まあ、設定とかはもう自分で決めていく。わー、マジ。ただ、男の人にどれだけこう見てる人もね、含めてキュンってできるかっていう。だって全然考えてなかった、やば。OK。とりあえず、後半がいいな。勝った人が自分を決めるんでしょ。うん、そう。だから、必然的に勝った人が高校ってことだよね。そう、そう。あ、最初はギュッ、ギュッ。牛ですか、牛。どんだけ本当なの。ギュンですか、キュン。キュンギュン。キュンで最初はキュン。ちょっと。ギュンギュン。握ってる。なんつったの。グーもギュン。最初はギュン。いいよ、マオカナちゃんギュンにしてこう。ギュンでいい？ちょっとかなく言って。最初はギュン。じゃんけんぽい。やりました。いやいや、なんか髪ボサボサなんだけど。いや本当にまさかじゃんけんでも噛むし。いやでもあれなんですよ、バカはじゃんけん強いから、彼女じゃんけん結構強いんですよ。本当にね、最初はグーじゃんけんぽい。おほらはい、これぽい。チェキプレゼントしますとかでじゃんけんするじゃん、残んないんだ。そう、残んない、一気に全員だと強いんだ。そう、ね、結構あったよね、強いよね。すごい、そう、そう、読めないし強いって言われて、いつもすごいね。そう、本当にみんな脱落しちゃうの。だからあ、もう一回やりますみたいになる。それ聞いたからもう絶対じゃんけんしない。絶対違う決め方にしよう。よっしゃ。じゃあこれはね、お互いちょっとリアルでね作ってきたので、これを渡すシチュエーションでやっていきたいなと思います。いやマジちょっとやばい、どうしようかな。あ、じゃあ設定はですね、言うんだ。言うんだね。設定ですね、会社の上司でお願いします。おお、まおちゃんが会社の上司にチョコレートを渡すということですね。はい、社員さんですか、 OL さんで。OL です。はい、じゃあまおちゃんの胸キュンまで、うん、3、2。あ、加藤係長、すいません、急に呼び出して。なんでみんな笑うの。加藤係長いいじゃん。なんでみんな笑うの。指針しようです。なんかさ、先輩とか言うのかと思ったよね。指針しよう。係長もう笑えたし、なんか、なに。なんで係長。なんで係長ってさ、なんで、なんで警察以上いるね。まあまあ、いろいろあるけど、まあ、あるけど、なかなかチョイスしないよね。普通に行くんだったら課長とか、ま、課長とかさ、部長とか、先輩とか、本当にリアルなんだよ。主任とかね、主任とかね、主任とかね、課長ってさ、係長の味わってきちゃう。なおさんの方が役職上じゃんだって。笑えた。もうちゃんとしよう。ちゃんと分かった。この後行けないじゃん。ちゃんとするから。この後行けないよ。いや、じゃあ行ける？わかりました。じゃあ本当に変なことやめてくださいね。じゃあまおちゃんの可愛い可愛い胸キュン告白まで3、2、1。あ、中村さん。すいません急に呼び出して。仕事終わりました？あ、私も一緒です、定時に終わりました。今日会社の人にみんなにあげてたんですけど、中村さんにはちゃんと愛のこもったクッキーを渡したくて。今日一緒にご飯どうですか？ダメ？ダメ？違う、もう係長でもうね、一気にやる気失せたんよ。むしろ
の係長で全部抜けたわ私係長そんなにじまったの。いやじまったじまった、なんか OL 本当にしたことないんだなって伝わったこれでまうやろって。ありがとう。これでも見て、いやすごい上手。いやでもね普通にハート型のクッキー見つけて落書きしたのなって。すごい落ちてるしあれ電波落ちた大丈夫。いやいけてんじゃない、カメラが回ってそう。うん、多分演技が上手すぎたのか。演技が上手すぎたのか本当に。女優だやっぱ女優だからね。でも加藤係長ってダメなんだ。いや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 出てこない、ね、いや胸キュンワードでね係長出てくると思ってなかった。初めての体験でした。惜しいなぁ。いや待ってどうしよう、変もうあおちゃんが面白すぎて何も考えないわかる、もう考えなきゃと思ったのにどうしよう、恥ずかしい。さあどうしよう、だって先輩って年でもないじゃん、もういい年よこっちも。いやでももうそういうの妄想してこう。妄想妄想してこう、どうしよう。あ名前書いてる。あそうみんなにだからちょっとこっち向けるね、うん、あそうみんなそうそんな前メッセージ書いちゃったから、うん、そうそうチョコが雑な分どうしよう。はい同僚。お、いや違うもうしかないよね。同僚にしようか。どうしようかな。そうだね。同級いとこのお兄ちゃん。わやだ。絶対好きになんない。やだやだキモい。やだな。ねえ変な設定してこないで。怖い。同窓会で会った先生。うんおじいちゃん何十年後かだからね、おじいちゃんじゃん。やだーってやだーってカナガだよね。よしじゃあもう普通にじゃあ先輩でいい、もう先輩にするし。オッケー分かったね、キュンってするキュンってするはいそれではカナキョカナキョカナキョねえギュンとかキョとかどうしたらいい今日はダメだもうないます。かなこの胸キュンワードまで3、2、1。あ、先輩今日何の日か知ってますか。そうなんです、でも私今までチョコをあげたことないんですけど先輩にはあげたいなと思って。でも本当にちょこっとしかないんですけど私のこともちょこっとでいいので好きになってください。かわいい。最初ちょこっとって言った時ちょっと心配だったけど私のこともちょこっとでちょっとあ持ってかれたわ。やったちょっとやっぱおばさんなんで親父ギャグ入れときました。かわいいでもちゃんとあれだね、かなこもメッセージ書いてるチョコに。そう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 、かわいい、えらいでしょ。うん、えらいえらい、うん、ちゃんと買ったんだよ自分で当たり前やった、かわいい、ありがとうございます。さあ、いやで生配信見てくれた方も胸キュンしてくれてたら嬉しいです。嬉しいですえじゃあこれ勝者決めよう、拍手でいいよもう大体わかるよじゃあ可愛いのと笑い取った方どっちか決めようじゃいやもうそんなもう一人じゃんねちゃんかな、可愛くて腹立つ。あやったイエーイ嬉しい、楽しいって言ってる、でもみんなじゃあドローだね、ドローだね、面白さと胸キュンでドローでいやー、やっぱさ、うん、上げ慣れてないとか、あとやっぱアイドルからちょっと離れちゃってるからさ、恥ずかしい、胸キュンっていうのもう言わなくなったよね。言わない、もともと好きじゃなかったの、現役の時からバトンタッチしてた他の子にメンバーに。いやだからもうバラエティ企画としてやってた、そのああそういうことね。私はねそのやっぱガチでそこで本当にしっかりファンを掴んでいく子もいたけど、うん、本当に嫌だったけどみんなのためにもうやってたあそっか、うん、めっちゃ嫌だった。私もな、まあもうメンバーがさ多いじゃんお互い、うんうん、でも担当がいるよね、うんうんうん、それを言ってくれる担当みたいな。そうだね、可愛い担当ね。私はもうダメだったからなね、引き立て役でしたからいや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 、本当はだってやってもいいキャラなんだけどね。
なのかな、うん、でも声もあれだよね。いや最年長というポジションがそうさせるんだよ。でもやっぱりカナもやっぱ最年長だったから、うん、こんな可愛いところ自分が持ってってもなって、やっぱ若い子にってやっぱそういう意味でやっぱ譲っちゃうんで、無意識にやっぱりリーダーあるあるだね。リーダーあるね、うん、確かにな。そうそう、2,30 代は胸キュンやめよう。わら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 だって最近わらってちょっとやってくるよな。まあ最近まだやだよね。そうそう、だから皆さんあんままおちゃんにわら草みたいなやめたけど、わらってなんなあれ。いや自分でもわらって書いちゃうけどさ、わかんないけどさ、今度行くよわらとかさ、なんか何笑っちゃってんのってこと。そうえ思っちゃうよね。でもわかるよ、なんかとんでも、うん、でもちゃんかな、可愛くて腹立つ笑っていうのは可愛いの。そう、腹立つのやつだよね。いい、そうそうそう、あの笑はね。そうそうそう、うん、あと可愛い笑はあれもわかるよね。可愛い、やだって笑わらもう可愛い、うんうん、でも笑い方の使いだね。あ、そうだね。あとこれ30代は胸キュンやめよう笑って。それはあんまりだった笑マオカナさんツイッターフォローしたね、ありがとう。あ、したね、ありがとう。沖縄の人かな、うん、したね、ツイッターしたね、ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも嬉しい、74人が見てるのね。嬉しい、なんかどんどんねちょっと3桁ぐらいに行けたらいいね。う、うんうんうん、そのことなんですけど、お来年、あ、違った、来月、うん、なんと20回目なんですよ。お、ほらマオカナスタジオで今までの過去最高を、あの同じ人たちがその番組をやる回数が、うん、最高が20回なんですよね。マオカナは史上初ここのスタジオできっと21回を迎えられるんです。はい、そうなんです。皆さん、ありがとうございます。そうなんで、そこで来月のマオカナクラブはあのちょっとカナが舞台本番なので3月12日が無理で、うん、3月19かもって言ってたんですけど、うん、19もちょっとスタジオが空いてなくて、はい、また別日になりそうなんですけど、20回記念として、みんなからこう誰が書いたとか分かんないようにメッセージっていうか質問をもらって、うん、それを回収して、あのそれにも全部ちゃんと答えようという、そう、まあお金 NG なしで、そうそう、ちょっとわきまえていただいていろいろね、中でそう、そう全部答えていくので、うん、ぜひ質問を皆さん用意して、うん、はい、やってください、全員の、はい、しかもあの生配信見てる人の質問もね、もちろんです、もちろんね、答えていくので、はい、よろしくお願いします。本当変なやつあのスルーするんで本当に。いや、あのそういうこともやっていきたいねってさっきあのスタジオの方と喋ってて、いや嬉しい。 そっか、まあ、最高20回までなんですもんね。うん、21回はだってうちら多分いけるよね。いけるいける、みんな来てくれたらいけるよ。そうそうそう。ね、ね、嬉しい嬉しい、楽しみだって、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。だから本当基本各月1の第2火曜日なんですけど、うん、やっぱ平日だからこう来れないかもしれないけど、うん、基本だいたいそのリズムなので、うん、ね、地方の方もそこめがけて、もう申し訳ないけど来てもらってもいいのかなと思いながら、はい、ね、まあでも来月は、うん、あの12日ではなく他の日にちになるんですが、そうですね、来月だけ、うん、あのお知らせしますのでぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。ごめんなさい、もうカノのせいだ、ごめん。ごめん。どさくさに紛れて失礼言われた。はい、で、ね、じゃあ来月、うん、早速ちょっといろいろ話していきたいなと思うんですけど、うん、マオカナ結構今年に入ってライブしてるじゃん。まあ、まだ2月だからだけど。1月は3本ライブした、うん、かな。だって、最初が 1,2,3 だ、あ、2回か、2回かも、あと26日だ、1,2,3 と26日で、今月も昨日やって、今週末も滋賀でやるでしょ、うんうん、3月もないかなと思うでしょ。3月も決まりそうです。ライブ、決まっているのが、まあ、まだ発表できないんですけど、日にちだけ言うと、うんうんうん、3月の21日、皆さん受けといてください。祝日だよね。はい、
21日です。21日、何の日だっけ。春分の日、春の日。21日お願いします。あと3月のちょっと初めの方にもライブが決まりそうなので、ね、ちょっと月にペースでちょっとマウカナできてきてるので、それもね皆さんのね来てくれてるおかげなので、そうなんです、ありがとうございます。ね、そうオファーをもらえることが増えて、あとそのマウカナのオフィシャルの連絡とかでも、その関係者さんが全然関わったことない人たちも出てくださいとかも結構増えて、そう嬉しい、すごい嬉しいんです、ありがとうございます。やっぱさ、なんか昨日ライブしてて思ったんだけど、なんかそうなんつうんだろう、すごいアイドルの時ってもちろん楽しかったし、大変なこともあったけど、でもやっぱ楽しかったから続けられたじゃん、でもなんか昨日改めてライブしたんだけど、なんかマウカナもマウカナの良さで、なんか歌やっててよかったなと思ったの。なんかちょっと違う感覚しない、クリアーズの時の歌とマウカナの歌、いや全然違うでしょ、そう、 うちもそうなんですよ。スルスキの歌ももちろん大好きだし、スルスキとでもマウカナってまた全然違くて、マウカナはねちょっと長く続けていきたいなって、ね、本当昨日歌っててちょっと思ってたんだよね。そうだね、ゆるくこのままふわふわとでも昨日すごい嬉しかったのが、その終わった後に後輩ちゃんとみんなで飲みに行って、あんまりこう卒業してから関わらないから、その話すことなくて、なんかこの相談聞いてほしいんですよって、なんか後輩が順番にこう席に回って隣に来るみたいなでも結構みんなになんかマウカナさん、パフィーさんみたいでしたみたいに言われて、それ言ってないんだよまだ誰にも。でもそれバレててすごい嬉しい。いや嬉しい、めっちゃ嬉しい。だからそういう風に見えてるんだなと思って、それを目指してたので、あの方たちもすごい綺麗だし、何年も続けられてるし、まあ有名で言ったらもう全然違いますけど、ああいう感じになれたんだって改めて思えたし、もうちょっとそうやって自分も頑張って寄せていくっていうか目指していこうかなと思いました。だってさ、いやもう本当夢の夢の話だけど、まあ、夢ってさこう口で出さないとさ実現できないじゃん。本当そう。パフィーさんとかさ、キャラクターにもなったりとか。そうだね。ね、いろんな展開があるじゃん。ちょっとマーカーもなんかさ、ねえ、サンタとかやりたいよ。やりたいね。マッチーとかやりたいよね。やりたい。古かったジュース大丈夫。マッチ大丈夫大丈夫。今もあったわそれ。まだ駅で売ってる。あるよね、あるよね、あるよね。よかったよかった。出てくるちょっと昔からあるやつになっちゃったけど。そうね、80歳まで頑張れだって。ありがとうございます。でも寿命83までなんですよ。ギリギリまでやるじゃん。そうだね。オッケー、占いに言われたからそれ信じてるんだけど。そっか、じゃあギリギリ。孫も来てますかーって言われちゃった。孫も来てますかー。でもやばい、みんな死んでるかもしれない120まで生きよう。ねえ頑張ろう。死んでる。ねえみんな結構ね死んでる。お墓に入る。面白い。霊に。霊になってね。あの世で。あの世でね、でうちらおばあちゃんにライブして。お客さんいないんだけど。聞こえてますか。自分が聞こえてない。ガラガラでもね来てると思って信じてね。そうね。席取ってくれるかな。心霊写真。心霊写真。白いさ。みんなの白い玉が。いや本当にね。まあ表現としてはさ、こう、こうふわふわっとじゃないけど、でも本当ずっとねこうやって。みんなと笑い話しながらできるマウカナでいたいなっていうのが ね、 そうですね、これは本音なので、はい、これでね本当にこうなんかおいおいやるライブもすごく好きな人もいるから、そういう曲もまあ残しつつ、やっぱこう見てて自分らも楽しく歌いたい。やっぱアイドル時代は、何呼んでるんだろう、メンバーに負けてられないとか、やっぱそういうプレッシャーとかがずっとあったから、今ももちろんないことはないんですけど、こう楽しんでもらうことと楽しむことをやりたい。マウカナはもう、自分が苦しくならないように、なんか自分の首を絞めすぎてたから現役の時は。そうそう、そういう、でもその気持ちが伝わると自然と見てくれる人もこうやって輪になって広がっていくのかなっていうのも、こう卒業してみてちょっとやっと気づいてきたことかなっていうのはね、そうだね、
や本当に。あとあの新曲の影帽子っていう曲もちょっと意外とね好評で嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、お化け来た。見てますか。ね、結構あのゆるい曲だよね、影帽子も。そう、うん、で最初ねちょっとできて、まあ、もちろん私たちの自信作でももちろんあるのであれだったんですけど、はい、ライブとしてどうやって盛り上げようか、そこを悩んでたんですよ。どうやったらこの曲こういう湧くかなみたいな。あんなスローリーな曲やったことないからね、今までの人生で。うちらもね、うん、とはいえでもパフィーさんのなんかまあ寄せたというか、うんうん、そういう感じにしたいっていうのがあったんで、うん、もうこの曲に関しては大好きな曲なんだけど、うん、じゃあライブはと思った時にね、うん、お客さんがっていうかマカラが、いやこの曲一番好きとか言ってくれたりとか、ね、そうなんか感動しちゃったって言われて、そう感動する曲なのと思いながら。自然の曲でもあるんだけどね。そう、まあ歌詞はね、そう、そういうのがあるからちょっと面白いなと思って。いや思いましたそれね、うん、嬉しかった。まあ、あとツイッターとかでさ、なんかマウカナはなんかなんだかんだ安心して見られるグループって書いてあったの、うんうんうん、そういうのもやっぱ嬉しかったし、うん、ね、だからちょっと生配信でね、あのまだね、あのまだライブを見てない方もね、はい、ぜひちょっとライブに来てくださいね、うん、待ってますよ、ね、待ってます。あ、そうそう、それでなんか、うん、マウカナの YouTube とかを上げてほしいなってなんか最近メッセージとかもらったんで、うん、ライブのねもう何秒とかでもいいから、うん、新曲でもまた機会があったらあげようかなと思いました。確かにちょっとあれ最近眠ってるったんで、うん、うん、ね、そうだ、そうそうそう、そういう声ももらったんでぜひねあげた時は皆さん見てください。はい、お願いします、はい、リツイートがね一番広がる方法なので、うん、確かに OK。 よろしく、確かに頼みますよ。確かにね、本当に本当に。いやでもなんかこうやって毎月ねみんなと話せるのもね、うん、やっぱりちょっと貴重な時間だし、うん、あれだね、1時間って足りないね。足りない、意外と、うん、足りない。本当に思ってる。今絶対思ってないし。思ってなかった。足りない。わかりやすかったんだけど、なんかやっぱ1時間ぐらいが一応カメラ撮られてるギリだなと思って、やっぱあの基本だらけてる人だから顔とかがもう2時間ぐらいになったら多分だんだんこういう顔になってきちゃうから1時間がベストよ。だってみんなここに来てる人はさ終わった後も喋ってるじゃん、うん、結局 2,3 時間一緒にいるじゃん、うん、それでいいのよなんか。これは1時間で長く続けよ。ここの口角が疲れちゃう。そう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 、やめとけ、ここ疲れちゃうの。本当にマジで。え、ガラケーは YouTube NG？ あ、そうなんだ。え？てかガラケーって珍しくね？ね。いやでもそれはあるよ、ガラケーも今も。持ってるね。会社でなんか支給されてる携帯とかね、あるかもね。確かに確かに。24時間しただと、あ、やばいやばいやばい。年始に年末か、うん、田中圭さんが24時間でさやってたよね。うんうんうん、やってた。あれもすごかったよね。あとまあスマップさんもか、スマップさんはもっとか、30何時間あれ24時間以上だったよね、スマップ。あ、元スマップさんだ。そうそうそう、新しい地図さんたちが。そうだ、27時間です。27時間だ。はい、しかもあれあのタレント出演者募集って最初になってて募集したんです。うん、おー、本当に。そう、もう命かけて。そしたら今回は、うん、あの本当に親しい方たち呼びますって、誰が出るんだろうと思って、ビッグネームばっかりすぎてそれは無理だろう。キャインさんとか、さすがだな、山本さんとかもすごい人たちばっかだったから応募し、でもやること大事じゃん、うん、もしかしたらさ、何この人ってなるかな。確かに確かに。でもその大御所っていうか今も地上波にバリバリ出てる人たちも応募とかしてたから、すごい。そう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 、もう誰のがれさんみたいな、そういう人たちも。確かに、もうちょっと見たもんなって、うん、27時間ぶっ通しちょっと難しかったけど、うんうん、マウカのそれでやるって言われたらどうします、どうします。え、やります、やります。本当に20時間しか耐えられません。大丈夫ですか。だってさ、企画とかいっぱいやってくれるんだもんね。半分はあのゲストもやって、ゲストさんとかもね。それはもうやりましょうよ。やろうやろう。ちょっと面白いね、ちょっと、うん、
今年中に何か一回できたらいいな。あ、いいね。見てくれるかな。なんか面白い。あ、分かった。例えば、うん、もううちら全然まだ無名じゃん。無名なんだけども、うん、みんなの力でこう番組を成立したいので、例えば弱気になっちゃうけど、1000とか500人とか切っちゃったらもうその場で番組は終了しちゃうの。だから視聴者数テンションがどう面白くないこの企画、うん、視聴者数が番組継続のルール、うん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 、でそれ以下になっちゃったらはい番組終了。せっかくやってて考えてた企画も逆ネットの番組は何人超えないと終われないっていう。あ、何人超えないと終われない。見てる人が累計1000人とか超えないと番組が終われないっていう。帰りま点的な。帰りま点的な。だとしたら一生やると思う。多分50歳とかなってると思う。一生なってると思う。まだかな。累計がね。累計がね。あ、累計か。積み重ねられるから。あ、そっか、累計になるのか。そうそう、長く長くやってればやってるほど数字が増えるんで、3日ぐらいやってるから一瞬来てもチラ見の人でもカウントする。あ、1000にならないとなるまで終われないとか、そういうのをやるんですよ。逆にね。え、いやなんかさ、うちはさ必死になるかなと思って、なんか終わりたくないから、うんうん、見てくださいなるかなと思って。だって逆に言った数字が切らないから、弱気やなって言って、あのカウンターはアクティブじゃない、うんうんうん、そっか。いや、そうそう、見たらもう下がらない。下がらない。あ、そうなんだ。じゃあ帰れま10にする？え、それはさ、どこでやるの？配信？もう携帯で、こういう感じでか、ニコ生とかで。あそこの数字が、ニコ生の数字が。ニコ生か。いやでもまだあの全然今パッと思い浮かんだやつだからあれとかもいいじゃん。だからゲストも、うん、まあ、例えば呼べないじゃん、なかなかうちらじゃあさ、うん、だから企画とかも難しいから。部屋とか例えばホテルとか借りて、うん、カメラ4台ぐらいつけて、うん、24時間うちらの生活を監視そう、でただ見てるみんなこうで、ちょっと連絡して今から来れますっつって、例えば私で言うと小田あさみとか友達だから、うんうん、朝に呼んだりとか、そうやってリオチとかそう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 ちょっと呼ばれてそれも全部撮られてるみたいな。なんかお風呂トイレ以外部屋をずっとこう撮ってるみたいな。そう、ちょっとトイレするから音楽流してとか鼻歌歌っといてっつって、そうそう、ただダラダラ喋ってない時間とかもあると思うけど、ちょっとね、ちょっと やったら見てくれるかなみんな。お、大丈夫。え、でもみんなも24寝ちゃダメだよそうだよ本当に、数字下がっちゃダメなんだから本当見て、見ないと。そうそう、見ないと。じゃあ今度やってみよう。今度ちょっと今年の一つの目標で。オッケーオッケー。マウカナ24時間テレビで眠くなったらうちら誰もいないけど部屋でライブしよう。そうしよう眠気覚ましに苦情来るでしょすいません、そちらに何やってるんですかいやー、24時間が分かりやすいもんね。だって一番ね、まあ定番、24、27が最近定番だね、うん、いやー面白そう。あとなんか今年やっときたいなっていうのある？最後にちょっと今年というか、まあ今53分だからだけどまあ始まったばかりだしね。そう、2019年、今まだ2月でしょ。あと残り10ヶ月あるわけですよ、うん、やっときたいなっていうの。まあちょっと24時間はちょっとやっときたいな、うん、なんかそういうのがいいよね。うん、うん、ないな、なんだろうなんかそのコメントで、うん、夏フェスとか出ないんですかみたいな言われて、うんうん、夏フェスのさ物販ってすごい辛いじゃん、暑くてさみんな熱射病みたいな。だからちょっとどうしようかなって言われて出ようよ。でも本当にそういうのも出てもフェスとかでマウカの似合いそうだなと、うん、あの音玉さん、あの浜辺でやってる毎日1ヶ月イベントやってる音玉、ああいうイベントとか知り合えたらぜひマウカの推薦してください。なになにそれ、知らない知らない、うん、アイドルさんとかも出て、うちらもスルスキンの時出てたんだけど、うん、音玉っていうあの番組、あれ浜辺で出てなかったっけ、わかんない、多分出たと思う、ね、全然覚えてない。普通にあの何、海の家みたいな感じでステージがあって、もう365日じゃないわ、30日丸1ヶ月ずっとライブしてるの、その箱で、うん、あれは楽しかった。あ、楽しかったならいいね、うん、まず3時間やる、あ、
まあね、でもまあちょっと一気にドンってやるのが面白いんじゃないですかね。確かに確かに。24時間っていうのがね、うんうん、そう3時間だったらかなり、毎日17の配信2日に1回ぐらい2時間ぐらいやってるんで。そうだ、17どう調子。でもなんかそこの世界がすごくあって、うんうんうん、でしかもその私めっちゃ嫌いなの配信するのね、うん、なんか嫌なコメントとか全部拾っちゃって喧嘩しちゃうみたいな。あつしさんなんだけど大丈夫。そうそう。でもそのブロックするとか方法も学んだからいいんだけど、うん、そこの世界ってやっぱその今ね新人のライバーの進撃みたいなイベントに参加してるんだけど、うんうんうん、なんか上位目指したいですみたいな気安く言ってたのね、うん、1位の人とかそのポイントがもう100何万超えとかの100万だ、金額で言ったらもう100万もう150万ぐらいもう200万、もうそういう世界なのね。もう1回の配信でってこと？いやその1週間とか累計とかなんだけど、本当石油王レベルなんだよね。そうそう、だからそんな世界あるんやと思ってすごい嫌だから、現場に来る人はあんまりポイント使わないで現場に来てって言ったりとかしちゃう。ダメだなと思いながら、うん、だからその配信とか見てください。ちょっと17、私もちょっと覗こう。私、うん、公認ライバーなんで。そうなんですよ、ちゃんとやらなきゃいけないんですよ。おーすごいね、私アプリ取ってないな。取ろう、取ってみよう。なんでぜひ。そうなんです。 あと4分で終わっちゃう。早い、教えてくれてありがとうございます、ね、ありがとうございます。ホームキーパーさんありがとうございます。ありがとうございます。あまおちゃんはいいの、やりのこやりたいこと、その24時間以外はない？そう、あとだからその夏フェスもかなこ行ってたでしょ、うん、それも言いたいなと思うし、あと私は新曲をもう1曲増やして。それはそうだね、8月は多分絶対間に合わないと思うので、ちょっと年末ぐらいになると思うんですけど、またワンマン的なやつやりたいなと思ってます。はい、企画をして、で好評だったのが意外とマジックが面白かったって言ってくれたので、うんうんうん、マジックありつつ、まあお金しかできないちょっとエンターテインメントライブみたいなのをできたらいいなって、うんうんうん、いやいいと思います、うんうんうん、そうだね、そういうリアルなまお金っぽさいいね、はい、うん、なのでね、ちょっとね末永く皆さんお付き合いよろしくお願いします。じゃあ最後に、はい、次の、生配信まで の告知ありますか？はい、私は、はい、16日ね、マオカナが16日滋賀県に行きます。で滋賀県お近くの方はぜひライブに来てください。待ってます。待ってます。滋賀県です。はい、滋賀県です。でちゃんからは2月の22から3月17までちょいちょい舞台やるので、ぜひかなこ予約チケットよろしくお願いします。かなこ予約でお願いします。私も行きます。遊びに行きます。私もですね、3月16日にクレアムボックスというスターダストさんの劇団みたいなのがあって、うん、そちらにちょっとゲスト出演することになりました、うん、場所は下北の劇場でやるので、うん、詳しくはマウのツイッターからまた告知するので、うん、ぜひチェックしてください。お願いします。みんなで行こう。さあそんな感じで残り2分、はい、じゃあ今日もあっという間でしたけど、うん、皆さん楽しんでもらえましたか？いやでもね、ちょっとまず何よりこの新グッズがねちゃんと届いて、うん、みんなの手に届いたっていうのがねちょっと喜ばしいことですけどね。そう、あと本当かな、マジで多分普通に私服で着ちゃうわ、うん、これ可愛いよね、うんうんうん、よく見ないとマオカナって読めないでしょ、うん、いや、まあ、読めてもいいんだけどさ、うん、読めてもいいんだけどさ、ただの5000人でもね、そう歩きながら宣伝しちゃうからね。そうそうそう、ちょっと恥ずかしいけどね。大丈夫、みんな着てね。ね、みんな着てね。この白が良かったらまた黒とかも考えようね。そう、さっきそう、うん、スタッフさんに黒のやついいねって言って、黒のこの白地、うんうんうん、それも考えてるので、はい、ぜひ皆さん一緒にお揃いで行きましょう。ね、かわいい。ありがとう。さあ次は、はい、マウカナのクラブはですね、次回はまたちょっと日にちが改めて告知になるので、マウカナのツイッターをフォローした上でちょっとチェックしてください、はい、よろしくお願いしま す、 お願いします。アーカイブもこの後見てくださいね。ね、ランキングがね、はい、ありますからよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。欲しいだったありがとうございます。ハッシュタグハッシュタグハッシュタグ、あ、渡辺美奈代さん、あとでまーちゃんに見ても一回見てもらいますね。やります。どうするかわかんないけど、はい、後で見てもらいます。よろしくお願いします。はい、ではまた来月お会いしましょう。またねー。